オキシトシンは、死傷株の失望核と死索状核の神経分泌細胞で合成され、下水体構用から分泌されるホルモンであり、9個のアミノ酸からなるペプチドホルモンである。1906年にヘンリー・ハレット・デールによって発見され、1952年に分子構造が決定された。注射剤の後には分娩時に用いられる。オキシトシン警備薬は、欧州で、 受入促進の適用がある。微刀魚での自閉症の主症状の社交性の改善に対しては有効性を示す研究が少なく不明瞭であると考えられている。二つのシステインとチロシン、イソロイシン、グルタミン、アスパラギンで大きな缶を作っており、缶の中の二つのシステインのそれぞれの陽原子がジスルフィド結合をし、一つのシステインから三つの アミノ酸が分岐した構造をとっている。同じく下水体公用ホルモンであるバソプレシンと構造が似ており、アミノ酸二つだけが違う。オキシトシンには、抹消組織で働くホルモンとしての作用、中枢神経での神経伝達物質としての作用がある。抹消組織では主に平滑筋の収縮に関与し、分娩時に子宮収縮させる。また、乳腺の筋繊維を収縮させて、 乳汁分泌を促すなどの働きを持つ。このため臨床では、子宮収縮薬や、腎痛促進剤をはじめとして、様々な医学的場面で使用されてきており、その歴史は長い。最初は女性に、特有な機能に必須なホルモンとして発見されたが、その後、男性にも普遍的に存在することが判明している。また、 床下部の失望核や試作上核にあるニューロンから分泌され、下水体硬用をはじめ様々な脳の部位に採用し、機能を調節している。オキシトシンの分泌調節は、まだ未解明な点が多いが、エストロゲンによって分泌が増加され、オキシトシン受容体の発現を脳内で増加させることがわかっている。オキシトシンは分娩中の子宮頸部及び、 子宮の身長及び母乳からの乳首の刺激に応答して分泌され、PVN や3のニューロンでのオキシトシン合成量が血液中へのオキシトシン放出と関係していると考えられている。何らかの刺激によりオキシトシンが分泌されると、近隣や自己細胞のオキシトシン受容体を通じてオキシトシン合成がさらに促進される。 合成されたオキシトシンはさらに近隣細胞を刺激し、オキシトシン合成量は飛躍的に上がる。このポジティブフィードバックによりある一定の量が合成されると、やがて下水体構用にオキシトシンが分泌される。抹消に放出されるオキシトシンは神経伝達物質としてのオキシトシンと違い、PVN3 のニューロンでは分泌下流の中で線具体として存在する。 この線具体が、死下部から、下水体抗造へと分泌されると、酵素の作用により、オキシトシンになる。このオキシトシンは、下水体抗造に刺激が伝わった時に、血液中に放出される。オキシトシンの受容体は、G タンパク質強薬受容体であり GQ タンパクと、結合し、ホスホリパーゼ C を活性化させる。バソプレシンとも強い神話性を持つ。中枢神経。 子宮、乳腺のほか、腎臓、心臓、胸腺、膵臓、死亡組織でも発現が確認されている。アトニンが販売されている。オキシトシンを鼻からの吸引によって人に投与する実験では、金銭取引において相手との信頼関係を強める影響があることが示された。日本をはじめ世界のすべての国でオキシトシンを自閉症の治療に使用することは、 薬事法で認められていない。2010年4月24日、金沢大学、子どもの心発達研究センターが知的障害のある、自閉症の人々にオキシトシンを投与したところ、自閉症患者の症状が改善したと発表した。2014年には、東京大、金沢大、福井大、名古屋大の4大学で大規模な臨床試験が行われた。しかし、 2017年1月のシステマティックレビューでは、2015年6月までの12件のランダム化比較試験があり、社交的な認知機能への影響はあったが、また反復行動も含めて、逆に比較して統計的に優位な差ではなかった。2018年1月のシステマティックレビューで、2017年8月までの17件のランダム化比較試験があり、感情認識、 共感への影響はあったが、また社交的な認知機能も含めて2役に比較して、統計的に優位な差ではなかった。ありがとうございます。